くりしてるぞ。なんだ、地面が揺れているー。ディアブロス降臨。からの？いや、でかいね、やっぱり。砂漠体操。体操。はーい、どうみさこんにちは、タイヨンです。今日も、モンハンワールド、続きからやっていきます。で、前回はリオレウスの方、討伐といったところだったんですけども、今回は、角の竜、ディアブロス討伐といったところで頑張っていきましょう。まあ、あいつね、頭とか硬そうなんで、気をつけていきたいですね。体は割と大きめなので当てやすいとは思うんですけども、まあ、突進攻撃とかにはね、まあ、十分注意が必要ですね。最初の初期キャンプでいっか。はい、来ました。制限時間は50分。うん、音爆弾ですね。で、一応目指す場所としては、まあ一番最初の方から出ていた、まあここですかね。ん？まあ、ここら辺目指していきましょう。なんかいつもはここから出てくるんですけどね。お、ムビだ。なんかよく見ると怖い顔してるじゃん。ボロスだ。我ボロスなり。なんだ？あの鳥戦うんですかね？ボロスさんと。ハンマーヘッド。ピキャー。超音波みたいなの走ってますね。つかめっちゃいる鳥。びっくりしてるぞ。なんだ、地面が揺れている。ディアブロス降臨からの、いや、でかいね、やっぱり。砂漠体操。体操。いや、いいスナープロだったね。いいよ。ボロスが一撃で倒されてる。ハロー。ディアブロスは立派な角だ。そしてめちゃくちゃ硬そう。ピニャー。突進恐ろしや。すーん。ブンブン。やばい、突進。お、しびれた。しびれはな、ナイスだ。おいっしょ。痛いー、結構食らう。ちょっと待って、それやばいな。オーケー。突進からの痛い、巻き込まれる。
と待て、これはやばいぞ。お、角が突き刺さってるけど、ちょっと待ってよ。こいつ落ち着かないな。こっちに来てみろ。やっぱ飛び出てくるな。いや怖っ。危ない危ない危ない。いやー突進。お、ナイス。尻尾、尻尾くれ。オッケー。痛い。ちょっとまずい。ブン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 食らうんかい。ちょっと待って、それ死ぬ、それ死ぬ、死ぬ。ちょっと待って、そのコースまずい。マジ？いやーマジか、シャレになんないぐらい強い。また寝たか。だいぶもう弱ってはいると思うんだよな。ナイス、やったいや強っ。鉱石鉱石。よっと。よっ。あー終わっちゃった。よう、ほい。おう、火の山を追う、ん？背負う？追うか。竜の秘密を知るべきだね。あの竜は命の光に見か、ん？惹かれて死に場を抜け出し、地脈回廊で迷子になっているよ。
今は死の間際、炎の生命力を極限まで溜め込んでいるよ。血脈回路はその名の通り大地の脈。血脈回路の奥で龍が死んだら膨大な炎の生命力が放たれ、血脈を駆け巡り、あらゆる場所から炎が吹き出し、空が焦げ、大地の全てが跡形もなくなるよ。これがあの龍の秘密。これがこの地の終焉。それが自然の定め。怖すぎだろ。どんだけ。みんな静かに。では状況を整頓しよう。ほう。彼らの尽力で古代龍人からいくつか情報を得ることができた。そうだ。一つ、ゾラン・マグダラウスは地脈回廊に向かっている。うん。二つ、マグダラウスは死を迎えた瞬間、爆発は芸術だって感じだね。三つ、地脈は新大陸全土につながっており、万が一彼が地脈内で命を終えれば、放出したエネルギーによって新大陸が火の海となることが予想される。総司令、ここは避難を優先しましょう。妹にも気球で避難するよう伝えます。それじゃ間に合わないよ。討伐しかないんじゃないの。しかし討伐した瞬間に火の海であることに変わりはねえぞ。渡りの古竜を討伐するということは、新大陸の生態系を僕らの手で断ち切るということや。僕らがここに来た理由は他にあるはずなんや。あるはずなんや。いいですか。いいっすか。でしたら回廊以外の場所に彼を導くというのはどうでしょう。ゾラマグダラウスを導く。調べたのですが、地脈回廊は海と近接した場所にありますよね。うん。回廊にやってきた彼をどうにかして海側に誘導できれば。なるほど。海の中であればエネルギー放出の衝撃を和らげることができる。ほう。その後は彼の命を苗床に海の中に新たな生態系が築かれるだろう。なるほど。問題が、以前報告した通り大規模作戦に必要な物資が枯渇しています。うん。それにあの巨大な古竜の進路を変えるだなんて、一体どんな兵器を使ったら。大丈夫だ、心配に及ばない。なぜならば。ほう。あれは消えよった。待っていたぞ、船長。よくやってくれた。間に合ったな。物資を山ほど持ってきたぜ。ほう。バリスタック。それだけじゃねえ。ギルドはとんでもねえものを積んだ船を預けてくれた。最新式の対古流用兵器、激流装だ。激流装。これがあればマグダラオスの誘導に強い希望を持つことができる。よし、ハンターたちは急ぎ地脈回廊に向かえ。うん。具体的な説明は現地で行う。よろしく頼んだぞ。了解した。それでは我々に導きの青い星が輝かんことを。マグダラオスを見送りに行きましょう。私たち全員で。よく聞け。導きの青い星が輝かんこと。なるほど。よし。んで。か。はい。まあ、てなわけでですね。今回は角の竜、ディアブロスを討伐しました。まあ、ギリギリだったんですけどね、だいぶ。で、次はですね、ゾラ・マグダラオス。
の、まあ、真の目的が分かって、まあ、こちらもね、ある程度準備が整ってきたといったところで、まあ、いよいよ迎撃なんですかね。はい。まあ、てなわけで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。まだ、チャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方、クリックしていただくか、画面左上の方に丸いアイコンの方がありますので、そちらの方をクリックしていただけたら、大変嬉しいです。また、動画の左下、右下の方に、動画の再生リスト、動画の方がありますので、そちらの方もご視聴いただけたら大変嬉しいです。それでは皆さん、またねー。